マノッチです。よろしくお願いします。ルーキーズ2020やっていきましょう。難易度変わらずです。今日で最終回ですね。はい、10月の18日、楽天戦取っていきましょう。頑張りましょう。よし、やるか。頑張りますか。あ、そうですね、上野選手、紅林選手、小深田選手、まあ俺がちょっと使いやすいショートとして、まあよく使う選手なんですけども、3人同時に絶不調というね、きついですね。これはちょっときついなと。まあ今現在こんな感じでございます。あと、そう。投手で言えばね、抑えですね。抑え。まだ、朗希くんも戻れないし、あとね、どこ行った、いなくなったな。あ、いた。宮川くん。はい。もう、スタミナか。の加減でちょっと下げました。なんで、ちょっと今日は宮城くんが抑えてる形でございます。はい。こんなもんかな、喋ることは。コメント読んでいきましょう。そういえば、マノッチ、久しぶり。久しぶりなので、ふさわしいコメントをしようと思いますが、オナホ、使ったことある？あるよ。最近で言えばね、3月だったかなに、ウームのマネージャーに、ちょっとこれ使ってみてくんねえかなとおすすめされたオナホがあって、それ使って、いまいちでした。投稿されて49秒で早速低評価1は草。いや、もうここまで来れば、ファンだよね。ファンだと思うんだ、俺は。エッセンスの意味がわからない。さすが英検3級に落ちた男。いやー、舐めてもらっちゃ困る。4級だぞ。マノッチさん、監督やって中日を助けてください。チーム状況めちゃくちゃです。めちゃくちゃなんだろうなっていうニュースしかないよね。笑ったらあれなんですけども、ちょっと申し訳ないんですけども、マジでポジティブなニュースって見ないんだよね、中日ってね。いつだかになんかビシエド選手がホームラン打ったみたいなニュースは見たんですけども、それもいつだったかなってぐらいで、本当になんか、何にもポジティブなニュースないよね、今中日ね。週1、2で試合の J リーグで再び名古屋グランパスの選手及びスタッフ感染。はい。なお当該チームは中、チェアマンの判断による試合中止になりました。複数人なので拡大していく可能性もありえます。週6試合のプロ野球と比べて移動が細かいものの、野球よりリスク低いと勝手に思っていたのでちょっと不安ですと。同じ県のドラゴンズをはじめプロ野球も誰かが感染しても拡大にならないことを願ってます。まあもうねえ、野球もサッカーもそうだけども、始めてしまったものはもうあと突っ走るしかないのかなってっていう気はしているんですけども、やめるのも勇気だとはもちろん思うんですけども、なんというかね、なんだろう、ちょっと舐めすぎじゃないと思うかな。その野球サッカーじゃなくてね、もうなんかこう全体的にもう まだちょっともうちょい警戒しようぜっていうのが俺の本音としてはあるかな、気持ちとしてはあるかな。結局慶応幼稚舎どうなったんや。僕は忘れないよ。まあ実写ですからね、やるなら。まだちょっと実写の復活がちょっとまだ未定なので。炙りカルビ、カバディ、よーし、やっていきますか。頑張りましょう。最終回勝つよ。ですね、奥川くんが、未だに勝ち星なし、ちょっと勝ち星をつけたいなというのはあるんですよね。あともう一個、リクエストでいただいているのが岸くんですね。もう投手として出したいんですけども無理なんですよ。なので、試合中どっかで出したい。理想を言えば奥川くんが勝ち投手の権利を得て降りる。でまあ、その時に誰かに交代すると思うんだけども、ちょっと試合中どっかでちょっと岸君は出したいなと思っております。今日大田こんな感じでございます。よし、頑張ろうか。日本いっぱいあるな、いいな。どれにしようかな。いや、もう普通にこれでいいかな。はい、頑張りましょう。よし、
出せるよね。試合中だったら野手でも出せるよね。出せるよね。出せるよな。ちょっとあまり考えずにその予定を立ててはいるんですけども、ちょっと21回戦の模様、どんな形のちょっとね、そのリクエストその部分に答えていきたいなと思ってまして、あ、そういえば楽天の村下にウィーラー選手、ポテトヘッド、ミスターポテトヘッド、昨日、ツイッターの方でね画像を送ってもらったんですよ。これがミスターポテトヘッドだよって、似てたなハクション大魔王よりもミスターポテトヘッドなのかなと思ったわ。似てた。第3球プレイボール、見逃し三振、似てるよ。相手絶不調だよ。俊足のバット佐藤、内角ボールだ、バッチ。さあ走りたいけどもうだ。クイック B、 うわクイック B か。ゼフ長の時は B 消える。足立選手肩いいね。てか佐藤君盗塁いいとかじゃなかったっけ。盗塁いいか、やめとくか。フルスイング、第3球を投げた、打ちました、フラフラッと上がったね、盗塁警戒されてたでしょ。これでツーアウト、分かる、一塁変わりません。フルスイング、第2球投げた、打ちました、一二塁間のゴロ、うん、いよいよ、どんまいどんまいどんまい、スリーアウト、ルーキーファーストランナー残、ルーキー、あ、そっか、まだウィーラー選手あれか、このゲーム中だったら楽天か。打線相手にどういった投球を見せるのか、勝とうぜ。1回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは辰巳、打ちました、うい、ダイレクトでボールを使って、ちょっとさ、左バッターボックス、やってみて、キャンセルすればいい話だから、投手交代じゃあダメなんだな、守備交代だな、守備交代でいけねえカーソル側ね、あ、なるほど、こういう感じでいけるということかい。いけるね、 DH を解除すればいけるってことか。 OKOKOK、 それしかないのかな、術は。まあ、とりあえず分からんけど、いけることは分かったから、どっからやるわ。投げました、打った、流し打ち、これは内野ゴロ、サードから一塁送球、よし、まあ、まずはね、まあ、5イニング以上投げて、それまでに、うちが勝ってること、打った、これはいいや、うわ、ちょっと待って、伸びた、伸びていった、ライトセンター、これからって時じゃないか、何をやってるんだ。宇宙間スタンドへ吸い込まれていった、初球を、なんかパフォーマンスアンド名もなさそうだね、名もないの飛ばすよ俺は。リプレイバッターは4番島内、いやーずっしりくるな、よし、空振り三振、1回が終了しまして1対0、2回の表ルーキー攻撃に入ります。トップバッターは立ちますよ、投げました、打った、鈴木、惜しいな、一塁送球、惜しい、田辺、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。いやー、やっぱ最終回は気持ちよく勝ちたい。取られないね、大丈夫だね、大丈夫だね、よし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 、ナバーチ、うぐさ、ツーベースヒットを放ちました、ルーキー同点のチャンスを迎えます。左バッターボックスは7番ルーキー、さあ集中してこの対戦に挑みます。追いつきてよな、投げました、打ちました、いいんじゃない、オッケー、ナバッチ破ってった、レフトバックホーム、遠藤、いいバッティング、さあどうする、一発いきますか、スクイーズ、いや一発打たせた方がいいんじゃないかな。第9ランナースタートを切った、初球スクイーズ、やべえ、危ねえ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 、一発だ、いや待てよ、レッチングだ、成功する気がしないんだよな一発な、けどこのチャンスをもう一回また作れるかって言ったらなかなかないと思うんだよ。今の嘘が通用しない時点であんまり流れはうちではない。いや一発いくかな、一発いこうか、さあここで何かを仕掛けてくるようで、出てこい、第2球打ちました、よし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 、いいよ、ルー
1対1。いいよ。さあ先ほどの同点の場面です。バッターはトップに帰って森、今日早くも2回目のバッターボックス。集中使う。さあ、いや期待できるでしょう、レベル5の流し打ち。第3球を投げた、アウトロー。期待できない。空振り三振、はい、うまい。ではまあ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 、同点同点同点、すぐに落ち着きましたよ。これからイーグルスの攻撃に入ります。バッターは頼れるつけ膝元、空振り三振。最後は148キロストレート、はい、第2球投げた、打った、田辺下がっていった、落下点に入りました、噛みました。いいねいいね。これで2アウト、ランナーありません。いや勝ちたいな。バッターは7番鈴木、第2球投げた。ちょっと鈴木大地選手成績すごくない？すごい成績だったよ。奥川さん、ルーキー、この回ちょっともう一回見よう。なんかすごく美しくすら見えたぞ今の成績は。何この成績。すごいねすごいね。銀次選手も3割バッターが。こりゃ強えわ。こりゃ強えわ。よし、なんとか抜いてよ。打ちました、ショートバウンド、ボールを取った。どまいどまい、うまくさばいています。バッターは和製バット、軍事。バレー。1打席はセカンドフライに倒れています。打ちました、流せって。なんとかあれだな、5回までに逆転しておきたいね。追加でほしいですね。今ちょっと期待したけどね。最後は空振り三振に打ち取られました。3回の表が終わって勝利数15勝とか言ってる投手はいないんですね。3回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。いや今の日ハムの見ました、上沢選手とファースト左横のゴロ、有原選手。12勝と13勝かい。12勝と11勝、とりあえず2桁勝利ですよ、2人とも。現実もそうなってくれればなと思いますが。ああいいよ。左奥のフライになりました。福田、落下点に入った、取りました。よし、これで2アウト、ランナーありません。打順抑えていくよ。辰巳、最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れて打ちました。くー、キュースラー、足早いぞ。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。よし、辰巳、いいバッティングを見せました。ルーキー、ピンチを迎えます。バッターは2番、うわ、おっかないね。ルーキー、一打負け越しのピンチを迎えています。オッケー、いいよ。いいよ。リプレイをご覧ください。奥川、ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。序盤終了しまして1対1です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは田中、そろそろ最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。点を取りたい。投げました、カットボール、空振り三振。田中、三球三振に倒れました。第3球を投げました、フォーク、空振り三振。いやちょっとね、こだわりたいんだよね、奥川君の勝利にはね。投球、これから2球目、打ちました、ピッチャー。それと同時にやっぱその岸君の投手登板。遠藤、ナイスバッティングです。バッターは指名打者黒川。第1打席なんとかならんか、このスイングで。さあここで勝負に出ました。意外と打てるかもしれないぞ。第9投げました、初球を走れ、石橋ボールを掴んだ。ピッチャー守備うまっ。アウト、スリーアウトチェンジ。いやいや、なかなか白熱した試合ですな。クリーンアップからの攻撃になります。バッター、ちょっと良くないと思う。今のデッドボールなんか良くないと思うな俺な。なんかさっきホームラン打たれて腹いすみたいな感じになるから。センター前進、ヒッター、ちょっと待って、急げ。二塁はセーフ。さあバッターは5番ウィーラー。ルーキー、一度負け越しのピンチを迎えています。投げました、よし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 。空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは銀次。第1打席は内野フライに倒れています。よし、空振り三振。2者連続三振でピンチをしのぎます。第4球を投げた、うわー、ちょっとごめん。いや今のはね、一発渋ったんだよね。正直ゲーム頭にあったんだ。バックホーム、間に合うかどうか。イーグルス2点入りました。いやなんか勢いのままいっちゃったな。もうちょい俺が冷静にやってればよかったな。今の2失点は防げたかもしれんぞ。4回の裏が終わりまして、ルーキー、この回の攻撃はラストバッター。いやー今のはやったな。バット、福田、ストライク、空振り三振。
バッターは藤見のバットの森。ここまで2三振といいところがありません。打ちました。ピッチャー返し。鈴木取った。ボールはファーストへ。アウトです。いやーセーフでいいんじゃないか。お待ちしてくんねえかな。バッター俊足のバット佐藤。頑張れ。インコース引っ張った。よし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 。佐藤いいバッティングを見せました。バッターは3番郡司。今日はセカンドフライとサードゴロ。いや打ってくれ頼む。投げた。見逃し三振。どんまい。5回の表が終わった。イーグルスこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは指名打者内田。第1打席は内野フライに倒れています。打ちました。あっと引っかかった。噛みました。これでワンナウト。いやーやばい。めっちゃめちゃ後悔してる。さっきの鈴木大地選手のやつは打った。ボールまで太い飛んでいきました。取りました。これで2アウトランナーありません。いやー後悔してんなすーごい後悔してんな。おしょうまいよ。いいよ。オッケー。奥川取ってアウト。スリーアウトチェンジ。奥川。ゲームはこれから後半6回に入ります。バッターはビッグバット勝俣。今日はファーストゴロと。おっとこれ渡った。デッドボール。右バッターボックスには田辺。今日はショートゴロと。物にしよう。動くぞ。岸君出してちょい待ってくれファーストできる人、福田君できるはず。あ、小林君できたっけ。できるね。よし DH 解除してなんか どうなんだ分かんないけど、とりあえずここで岸君出しても問題ないはずだ。出すで、ちょっと走るのは怖い。ルーキーダイソーを送る。クイック B はちょっとダメだ。普通に打ってくる。投球これから4球目。低めボール球打った。これ投げ通過。一塁送球。よし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 。いいぞいいぞ。ワンアウトランナー二塁に変わります。今日ツーベースを打っているウグサ。さあここで監督は勝負に出てこい。第3球を投げた。うわーちょっとマジか。では改めてここまで2安打の遠藤。頼む。第2球は立てるよ。投げた。よし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 。いいね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 。岸三塁回った。ルーキー1点返しました。いいよ。オッケーよ。今日これで3打数の3安打。素晴らしいよ。バッターは DH の黒川。今日はピッチャーフライとピッチャーゴロ。外のボール。どまい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 。これは守備範囲内。アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどの6回の早々に動いちゃったな。いやいいいい。まだ奥川くんいきますか。イーグルスこの回はクリーンナップからの攻撃になります。バッターは不屈の男浅村。初球打ち。ショートバウンド。一塁送球。福田軽快な守備を見せました。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは4番島内。あーやばいやばい。何投げてもダメな気がする。あ、ボール球。第5球投げた。打ちました。福田ボールを取る。一塁へ送る。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッター頼れる助っ人ウィーラー。ここまで2打席打ちました。田辺掴んだ。一塁送球間に合うかな。オーケー。いいよ。チェンジ。さあリプレイ。奥川最後。さあ石橋降板。マウンドに上がったのはムセニッツ。今日2番手としてマウンドに上がった。あっさりと反撃の目を摘み取る。摘み取らせません。戦いに入ります。バッター早すぎた。バット福田156キロ直球。きついな今のストレート見せられたらちょっときついね。打ちました。セカンド走れ。浅村ボールを掴んだ。ボールセーフ。一塁アウト。これはアウトです。頑張れ。投げました。初球見逃し三振。ピッチャー交代しましょう。7回の裏イーグルスラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは銀次。今日はサードフライト。よし行くよ。はい。ああそうそういうことね。小林くん出しましょうか。ファーストね。はい。これでいいですか。ファースト、セカンドでしょ。ショート大丈夫でしょ。レフト、サードの、ピッチャーのキャッチャー、センター、ライト大丈夫ですね。はい、よし。いいんだ。はい、
奥川、交番。マウンド上は不惑のバット岸。今シーズン初のマウンドに上がりました。よし、イギリス打線相手にどういった投球を見せるのか。もう疲れた。投げました、打ちました、抜けた。ピッチャー変えていいかいピッチャー変えていいかい。ちょっともう試合が壊れかね。横山くん行きましょうか。岸、結局アウトを一つも取れずに降板。マウンド。よし、なんとかすっぞ。第9投げました。バント振ってきました。ピッチャーの左へ転がした。一塁送球、判定はそれは考えにねえもの俺。うーん、ピンチを広げてしまいました。いや、にしてもナイスバントだ。バッターは8番足立。今日はファーストゴロとショートゴロ。投げました、初球送りバント。サード掴んだ、アウトです。一塁はアウト。確実に送ってきました。さあここで勝負に出ました。向こうのがレベル高いよね。もしかしなくても。試合の行方を左右する場面。行ってこい。勝負に出ます。投球これから4球目。ナピチェイーグルス、ダイソー投入です。オコエ三塁に入りました。バッターはトップに帰って辰巳。質問していいかい。今ここで三塁にダイソー出す意味って何かあるの？何かあんの？だって犠牲フライでもあんま犠牲フライないし、バットに当たれば走るわけでしょ？何か意味あんのかな？集中。絶対乗り切るぞ。第9打ちました。よし。落ち着け。守備範囲内。オッケー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 。いいよ。スリーアウトチェンジ。ルーキー、この回ワンナウト。ブゼニッツ降板。ここでマウンドに上がったのは寺岡。これが28試合目の登板。ルーキー、この回はクリーンナップ。ちょっと見ていいかい。すごい成績残してるけど、正直あんま分かんないんだ。はい。代打。東くんでそのまんま出す、守備にもついてもらいましょう。ライダーは東。頑張れ。順平くんって言うんだね。第9投げました。いいよ順平。ごまい順平。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。さあバッターはピッチャー横山。長岡くん。バッターは代打長岡。ルーキー代打構成に出ます。さあ打ってくれ。さあ4球目。よしんじゃねえか。ナイバチ。いいよ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 。長岡いいバッティングを見せました。右バッターボックスは田辺。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。ダイソーいるな。出しとくか。いや、ちょっと野手陣があまりにも少なくなりすぎるのも怖いな。小深田くんかな、出すのであれば。なんか高部くん、なんかまたどっかで使いそうな気すんだよな。いや、何も動かないでおこうか。第2球、投げた、低めボールだ。よし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 。ちょっとセカンドダイソー出しましょうか。ヒット1本で何度か帰ってきてもらいましょうか。ワンアウトランナー1塁2塁となりました。ウグサ、ここまで2打席連続三振。これは小深田君ですね。走塁 B 消えちゃうのかな、ゼフショだと。わかんないけど、はい、ルーキーダイソーを起用します。小深田2塁に入りました。よし、さあ指示はめるぞ。第9投げた、おっけ、初球を打った、宇宙間へのフライ。よしよしよし、ナバチナバチナバチ。ボールは中継、ルーキーゲームを振り出しに戻しました。ウグサタイムリー。いいよ、一発止まってねえか。今の止まってねえか。今日遠藤君当たってっから、ね、ごめん、呼び捨てした。
絶対はめる。はい。第5球投げた三振。クソどんまい。145キロストレート。バッターは守備から出場の小林。もう一丁流し打てるぞ。さあ5球は5球目。いかーくそそうかい。そうかいそうかい。先ほどのプレー。寺岡ここ。よし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 追いついてるぞ追いついてるぞ。調子でいけば坂本選手か。なんとなく俺は福森選手がやってくれる気がしてんだよな。はい、あとは問題ないね。ないね。よし、はい、横山交番ルーキーのイーグルス初ぞ。トップバッター田中、次は4球目投げた空振り三振。それ左弱い選手ならいるんだよな、結構いるんだよな楽天ってな。いいいいいいよ、やってくれる気がしてたよ。第5球投げました。取ってくれ。どうだ抜けた。島内二塁。仕方ない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 。一発は使わんぞ使わんぞ絶対使う。ピンチを迎えもう攻撃に使うぞ。今日二三振のウィーラールーキー一打負け越しのピンチを迎えています。そうも言ってらんねえか。一二塁間の間破っていった。いやここで点取られたも多分正直終わるんだよな。ピンチが続く場面で迎えるバッターは茂木ル。さあここで監督は勝負に出てない。一球目ストライクから第二球打った。取ってくれよ。よしおっかねえな今の子には。オッケーオッケーオッケーいいよいいよ。ルーキーこの回寺岡交番。よし。9回に入ります。バッター早すぎたバット福田。ここまで2打席連続三振。第二球。頑張れ。投げました。打ちました。取りました。なんとかなんかなんとか。森君そろそろ出よう。森。今日はここまで4打数ノーヒット、2三振。投げました。低め。うわーなんかすごいストレートだな。バット佐藤。今日はここまで。フルスイングいきましょうか。レベルの調整入ってこいね。第9。延長見越そうもうこれは。初球から打っちゃった。ないバッチじゃないの？二塁いけないか？よし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 。ここで一発ないのはちょっときついけども。いや回ってくるもの東君こういうところでこういうところで回ってくるものはフルスイングでしょうよ。第9打ちました。優しいのね。ピッチャーこれは守備範囲内アウト。3アウトチェンジ。先ほどのプレールーキー9回の裏これからイーグルスの5対この回の先頭バッターは鈴木。今日2打点を挙げています。鶴崎戦堀田選手かな。福森交番ルーキー。いやー怖いな。やっぱ低めボール球が多くなっちゃうんだよな。でも使おう使おう使おう。第3球を投げました。よしよい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 よ。三振。堀田三球で仕留めてみせました。さよなら持ちか。投げました。よし。空振り三振。148キロストレート。第3球はオッケーなピッチ。空振り三振。堀田見事なピッチングです。勝つぞ。松井交番マウンド上。ゲームは延長に入ります。先頭バッターピッチャー堀田。あと3人かい。韮澤選手いきますか。ピンチヒッターは韮澤。流し打ち。第3球を投げた打ちました。ピッチャーライナーはうまい。これでワンアウトランナーはありません。頑張れ。直球空振り三振。田辺全くタイミングが合いません。バッターロマンあふれるバットうぐさ。今日はここまで4打数2安打2三振。打った。 OK よし。うぐさナイスバッティングです。うずさこれでこんバッターは7番遠藤。ここまでヒットは3本。さあここで勝負に出ました。いやまあ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 、まあ、向こうもね使いたい場面でしょうね。スライダー空振り三振。10回の表が終了。勝ちてここまで来たらもう勝たせてあげたい。
堀田、降板。イーグルス、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは辰巳、ルーキー、初球を打ちました。打てない、取れ、あ、うまい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 、マジうまい。ランナーはありません。バッターは2番田中。ちょっと待って、浅村選手ってさ、左どうなの。田中くんと島地くんは苦手なんだよね、それわかるんでね。いや、C か。いや、ちょっとここで左出すかな。出しようか。最初から出しておきたかな。鶴崎、いや、もう全員使うぐらいで全球でいくぞ。よし、けんしてない、けんしたいな。オッケー、いいよ。キャッチャーが手に入りました。取ってよ。オッケー。3アウトチェンジ。延長10回の裏が終わって、牧田降板。マウンド上はシャギバ。今日6人目のピッチャーとして登板です。延長11回の表、ルーキー攻撃に入ります。トップバッターは小林。ルーキー、ここは空振り三振。バッターは早すぎたバット福田。なんとか。今日はここなんとか。なんとか出て。低め。空振り三振、2者連続三振。そろそろどう。藤見のバット、森。さあ4球目、カットボール、見逃し三振。では改めてルーク。いや、まあまあまあ、11回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは島内。うっそ、打った強い当たり、サヨナラか、サヨナラか、入った、サヨナラホームラン。第14号サヨナラホームラン。白球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。坂本がっくりと肩を落としています。うわ、サヨナラ負け、ルーキー敗れました。あっけねー、あっけねえ。本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが。絶対左強いじゃん。あっけねえ。うわ、そっか。いや、まあ、そっか。勝たせてあげたかったですね、これはちょっとね。まああとは、成績見て終わりましょうか。ちょっと動画長くなっちゃうかもですね。というかもう長いね、延長入った時点で長いしね。そっか、まあ簡単にですけども、どうしましょうか。セリーグから見ていきましょうか。全然みんな乗ってなくない？あれ？なんだ？え、なんか待って待って待って、俺なんか見るの間違えてる？間違えてないよね？え？なんで？え、なんでなんでなんで？なんかやたらと疲労は溜まりやすいなと思いながらやってはいたけど、そこかな？すごいですね。うん。てか全然あれだよね。23登板もしてて、あ、藤浪選手もめっちゃ投げてんじゃん。で、規定イニングに乗ってないんですよ。なんでだ？俺の設定の問題か？いや、俺特に疲労とかそこら辺何もいじってはいないんだけどな。まあやってて俺がなんかやたらと疲労たまるなみたいな印象を受けたんだけど、まあそれはルーキーだからかなとか、
まあ、そのぐらいでちょっとやってはいたんですけども、そうかいそうかい、はい、ちょっと寂しいですねこれね。あまりにもあまりじゃないな、もうちょい奥川くんが一番投げてたんだね、やっぱね、ずっと出ずっぱだったからね。いや結局勝てなかったな。ランキングは50位までしか乗らないのか。岸くんとか見たかったんですよね。ルーキーズチームつら、ああ宮城選手が入って50登板してんだ。それでもちょっと1軍2軍の入れ替えが激しいからね、なかなかチャンスはない。いやーすごいもんな森下くん森下くんがすごいんだよな。こんなもんかい。なんか規定投球回数あまりにもちょっと少ないなという印象を受けましたけど、次野手、みんな中日明るいよ、結構明るいニュースあるよ。ベスト5に3人入ってるからね。野手陣はそんな変な感じもしないか。まあ問題はあれだよね、パリーグ側ですよね。ちょっとルーキーズが入って変になっちゃってるから、そこかな。30分打ってないか。25本、2割8分5厘。山田選手って能力どんな感じなの。わあ電光石火持ってるよ。はい、ほい。うちはなんかあるのかな。てか盗塁に関しては結構みんな走ってったと思うんですよ。俺が指示出す時も結構、お、森くんスリーベース4本持ってんだね俺が指示出す時も結構走らせてたし、ほっといてもオート進行の時も結構走ってたっぽいから、盗塁は結構期待できんじゃないかな。1位とか無理だろうけどね。全然いねえ全然いないじゃない。うわーこの争い面白いね、この3人ね、通るね。30すげえ。すげえ。全然いない。そうかい。そうかい、そうかい。ちょっとさあ、これがセリーグですね。ちょっと待ってもう盗塁武器だと思ってたけど、一番少ないんだ、チームの合計でも少ないんだ。ほら見て、ファーボール見ていいでしょ。これは勝てないなこれは勝てんわ。年間表彰式、これ見て終わりましょう。
手はいないか。まあベースナインだな。せめて新人をくらいくれないかい、うちに。うちにくれないかい。いやーちょっとさ、もうそこの新人を取れなきゃ無理だからね。いやこの新人をって、いや どうなんだい、その受賞資格とかってなってくるとさ、いやまあ別にいいけどさ、なんかちょっとやっぱりなんかちょっとルーキーの中から選んでほしいなみたいなのはあるな。はい、ということでルーキーズ2020でした。ちょっと最後の動画長くなっちゃいましたね。ちょっと最後勝ちたかったね。明日はどうしよっかな、未だに迷ってんですよね。栄冠か阪神かってところでね迷ってんですけども、阪神かな。なんか今みんな栄冠やってるでしょ、きっとパワープロ実況者ってやってると思うんだよね。阪神かな、阪神行きます。明日からセリーグだぞ。よし行こう。なんか中日のチーム事情を聞いたら、なんか中日にねこう名将間の内がビシッと言ってやりたい気持ちもありますけども、ちょっと明日から阪神ですよ。藤波選手、江越選手あたりをビシビシと使っていきましょうよ。では終わります。終わり、バイバイ。